締めてください。はい。怖い。最初のお題でございます。こちら。あ、なち書いたことないよこれ。特徴をどう伝えるかですね。さあ行きましょう。それではお絵かき伝言ゲーム、よーいスタート。答えは何？ウシガエル。違います。トンボ。モンシロチョウ。モンシロチョウ。ハエ。あ、ハチ。ダメということは一人も伝言が伝わらなかったということで得点は0ポイントです。続いて乙女組水助っ人松戸屋さんファイト。お題はこちらです。さあそれでは行きましょう。お絵かき伝言ゲーム、よーいスタート。一体どうなっちゃうの？こんなんだった。まんまだ。え？あんまだじゃん。何それ？何これ？終了。辻ちゃんから変わったよね。この後辻ちゃんにバシミの嵐が。これは何でしょう。花。カニ。分かった。はい。タコ。違います。手持ち扇風機。手持ち。私分かったよ。何やら乙女組に危険な香りがブンブン。つまり答えは何。分かったよ。ヘリコプター。窓つけてよ。さあ皆さん学校で喧嘩はしてください。